さあ、英単語の時間が来てまいりました。本日308回目の今日の表現はですね、ダック。さあ皆さん、意味はどうでしょう。ハトバということでよろしかったと思います。さあ、問題はですね、なぜこのドックがハトバという意味につながっていくのか。そのヒントは、まさにドックをですね、こういう風に捉えると、つながりそうですね。もちろんドック、名詞で鳩場でもいいんですが、ドッキング、こう合体する、くっつくという意味もございますよね。ですから、鳩場、何と何が合体するのかと言われたら、当然、船と陸側ですね。それが合体する、接していくと。そういう場所が鳩場でございますので、船と陸がドッキングすると、合体するというところから、つなげていただけると嬉しいかと思います。そしてですね、ドック、鳩場が出てきましたので、合わせて皆さんこちら、ご存知の方多いかと思いますが、ピア、意味はどうでしたか？桟橋という意味でしたね。さあ、問題はですね、なぜこのピアが桟橋という意味につながっていくのか。そのヒントも、やはりピアのスペル、綴りでございます。さあ、皆さん、ピアどこから来ているか。これですね。ピアス。ピアスですね。皆さん、ピアス。耳にこう通す、ピアスのイメージでいいと思います。貫通するんですよね。ですから、ピアス。貫通する。これを実はイメージしていただけると、ピア、桟橋につなげることができます。皆さん、ピアス、貫通する。皆さん、耳ですね。例えば耳です。ちょっと小さいので、ちょっとこれを耳だといたしますが、ピアス、貫通させるわけですから、なんでしょうね。こう、グッといくわけですね。針をこう、貫き通す。貫通させる。これがピアスでございます。で、このイメージ、皆さん、桟橋、つながりますね。桟橋ってどういう場所ですか？例えば、こう、海の、なんでしょうね、陸側がありますね。陸側のところから、船に乗りやすいようにするために、こういう感じですね。これが桟橋でございます。もし、ご存じない方は、ぜひ Google 検索でですね、絵を確認していただけるといいかと思います。ですね。ですから、桟橋というのは、船に乗りやすくするようにするための、陸のところからこう貫き通し、こういうところですかね。これが桟橋でございますので、まさに貫通している様子とぴったりでございます。ですので、ピアス貫通というところから、ピア桟橋につなげていただけると嬉しいかと思います。いけますかね。で、ちなみに、ドック、ハトバですが、こちら ETS が制作いたしました公式問題集トレインをリーディング編、32ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスカップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。